クルギスタン地域地域の標語、ナシ地域の歌、おい、テキヨ、アレカブ、クルギスタン地域は、イラクの北部に設けられた、クルド人の自治地域。イラク領クルディスタン、クルド人自治区、クルド自治区、南クルギスタンなどとも言う。現行のイラク憲法では広範な権限を持つ、地域とされ、理論上は、中央政府より異常された権限を持つ、自治区ではなく、イラク連邦の、 構成体が正しい。公式に認められている領域は主に、イラク北東部のアルビール県、ドホーク県、スレーマニア県、ハラブジャ県の4県にまたがり、自治区の主府はアルビール市にある。1991年以降、主張する領域には、イラクとの間に食い違いがあり2012年には、軍事衝突も起きていた。しかし2014年、アイスセルの構成の折に、 クルディスタン地域政府は、イラク政府軍の撤退した地域に軍隊を送り込み、2015年現在は、KRG の主張するほとんどの領域にて自治を行っている。イラクとの間で、論争のある地域には、北部最大の都市であるモースルと、イラク最大の油田地帯であるキルクークが含まれる。2017年9月25日に、イラクからの独立投票を行い、 独立派が賛成多数となった。1970年3月11日、イラクのバースト政権とムスタファバルザに率いるール、クルギスタ民主党の間で成立した協定に、基づいて自治地域が設置された。イラン・イラク戦争末期の1988年3月16日、イラン国境に近い東部の町ハラブジャで、化学兵器が使われ、多くの住民が殺害された。 1991年の湾岸戦争に際し、クルド人は、サターム、フセイン大統領に反抗する決起を行い、他国籍軍がイラク北部に飛行禁止区域を設けて保護したことで、事実上バースト政権の支配を離れ、実行支配を手にした。この時代、自治区のクルド勢力は、自治区独自の旗を有し、独自の通貨を発行した。しかし、 イラククルド人勢力の二大政党であるクルド民主党とクルド愛国同盟の対立が激しく続き1994年1996年1997年には数千人が死亡する大規模な戦闘が発生しクルディスタン地域は二大政党支配地域に分裂した2003年のイラク戦争によりバース党政権が崩壊すると 連合国側についたクルディスタン地域の独立や、もうするキルクークへの拡大の可能性が浮上したが、イラク国内のアラブ人や、国内に同じクルド人問題を抱える隣国トルコが強行に反対しており、その将来は予断を許さない。地域に住む赤いクルド人の間では、トルコやイランのクルド地域も含めて早期に独立すべきだというクルド民族主義の機運が、 高まっているるとされる2017年9月25日には国際社会が反対する中独立住民投票が自治政府により実施され賛成派が多数となったがイラク政府は反発しこの投票結果を認めていない自治政府によると2年以内に独立を目指すとしている2017年10月16日にはイラク軍はシーア派民兵とともに係争地である キルクークに進軍し、戦闘が発生。ペシュメル川同地域から撤退し、イラク軍が制圧したとされる。戦闘を恐れた住民は流出。周辺諸国のイラン、トルコからも包囲され、経済的な封鎖が続き、米国もこれを黙認するなど厳しい状況となっている。原種は、クルディスタン地域政府の大統領である。地域政府大統領を務めてきた。 クルディスタン民主党党首のマスード・バルザニは、上記の独立投票をめぐる混乱を収集するため2017年11月1日をもって辞任し、しばらく大統領職は空席となったが、2019年6月10日より、マスード・バルザニの老いであるネチルバン・バルザニ自治政府首相が議長に就任した。大統領の下には首相のポストがあり、首相は主に行政を担当する。 地域政府は外交以外の権限がイラクの中央政府から与えられている。また、地方議会としてクルディスタン議会が存在する。議席は全部で111議席。主な政党は KDP とブックが地域における最大勢力であり、両政党は議会で統一会派を結成している。このため、フセイン政権崩壊後、二大政党による 議会支配が続いてきた。近年、二大政党の長期支配による汚職などの腐敗、失業率の悪化などから、住民の間、特に若者の間で両党に対する危機感情、変化を望む意見が起き始め、2009年7月に行われた民族議会選挙では、改革を掲げた野党、ご覧党が躍進した。か、少数のヤズギ教徒のための議員枠がある。 事実上の国軍としてペシメルガが存在する。ペシメルガはイラク国。しかし、ほとんどは軽装備の不評部隊に過ぎず、フセインと戦った経験豊富な軍人も世代交代していなくなっており、敵対する過激派組織やイッセルに比較すると、その装備は十分ではないともされ、アメリカやドイツをはじめとする諸外国からの軍事支援を受けている。 2004年9月から2800人規模の韓国軍在トゥーン部隊がアルビール県に展開し平和維持と再建に当たっていたが現在は撤退している。デュカン湖、ザブ川行きで覆われた冬のスレーマニア山岳地帯が多く北部のトルコから東部のイランとの国境地帯にザグロス山脈が走り最高地点はシェーハ、ダー山の3611メートルに達する。 これらの山脈部から流れる川が豊富な水をもたらし、流漢湖島を形成している。一方、南部は平坦な砂漠地帯となっている。気候は変化に富み、山岳部は降水量が比較的多い地中海性気候。南部の平野部がステップ気候となっている。イラクの砂漠地域と比べると、夏季の酷暑は抑えられるがそれでも夏の、 平均最高気温は35から40度に達し、40度を超えることもあるなど、かなり暑い。冬は比較的寒く、平均気温は5から6度前後となり、アルビールでも氷点下15度以下の冷え込みを記録することもある。標高の高い山間部では、気温は氷点下となり寒さが厳しく、一部が豪雪地帯となっている。 年間降水量は南部で200から400ミリメートル、山岳部はタウ地帯となり3000ミリメートルを超す地域もある。クルド人が大半であるが、正確な統計は存在しない。また、アラブ人、アッシリア人、トルクメン人、アルメニア人、ユダヤ人もいるなど多民族となっている。公用語はクルド語とアラビア語。クルド語は大まかに、ソラニー方言と、 クルマンジー方言の二つの方言に分かれる。その他、アッシリア現代、アラム語、カルデア現代、アラム語、トルクメン語、アルメニア語も話されている。イスラム教スンニ派が主流である。他に、イスラム教シーア派やスーフィズム、アッシリア人とアルメニア人の間では、キリスト教も信仰されている。ヤズイーディ教、ゾロアスター教、ユダヤ教も信仰されるなど実態は、 多宗教共存型である。アルビールのマチドホークの街クルディスタンでは、独自の治安維持組織が活動しており、テロリズムによる混乱が続く、イラク国内では、例外的なほど治安が良好に保たれていた。そのため油田開発が進んでおり、その輸出によりビル建設などこの地域の経済は、好景気に湧いている。しかし、2013年頃より、イスラム国家樹立を掲げる。 過激派組織、イスラム国アイスセルが台頭し、2014年にはクルディスタン地域と交戦状態に入った一時は、クルディスタン周辺がイズに攻め込まれて包囲され、この地域からクルド避難民が流出したが、米国などの空爆軍事支援もあって、2015年に入ってからはペシメルガが周辺地域を奪還した。この過程を通して、自治政府の役割が増大し、 その機能が強化されたため、現時点では、クルディスタン地域はイラクからは半ば独立した状況になっている。この地域は油田が豊富であり、その利権を、これまではイラク中央政府と分け合ってきた。政治的、経済的な中心都市、アルビールには、アメリカ合衆国の領事館や企業の拠点があり、アメリカのイラク権益が集中する地域でもある。 領事館が置かれている国々歴史的に、イスラエルとの関係が深く、中東では数少ないイスラエルとの友好関係を保っており、イスラエルの諜報機関のモサドと連携した過去がある。トルコ国内のクルド人組織のクルディスタン労働者党とは対立関係にあることから、トルコ政府との関係も深くトルコ経由での石油輸出が行われ、最大の貿易相手国となっている。しかし、 トルコ政府は独立には反対している。米国をはじめとした西側欧米諸国との関係も深く、スウェーデン等の欧州へ難民として渡ったクルド人が多い地域との関係、交流が深い。米国やトルコのほか、日本も含めたおよそ32カ国の領事館がアルビールに置かれているが、KRG はイラク中央政府とは別の外交ルートを持っており、ビザの発給等も イラクとは異なり独自に行われている。2015年のクルディスタン地域2015年以降4つの県に分かれる。アルビール県県とアルビールのホーク県県とドホーク、スレーマニア県県とスレイマニアハラブジャ県県とハラブジャ。2014年にスレイマニア県から分割された。ホーラマン地方の村新設されたハラブジャ県を除く3県それぞれの県とに、 国際空港があり、すべて3500メートル以上の滑走路を有するなど、空路は比較的整備されている。ありがとうございます。